どうも文人です。いや、皆さん牛丼ってよく食いに行きますよね。私もね、たまに行きます。肉食いたいんでね。でも牛丼って大体やっぱ一杯ね、並盛りで400円とかそれくらいするじゃないですかね。結構ね、なかなかそれなりにするんでね、たまにしか食えないんだけど、なんとね、すごいものを見つけちゃいました。ババーン、すき家牛丼、牛丼、しかも3袋入り。そう、3袋入ってるから、ご飯があるとしても、1個300円とすると、1000円ぐらいするんじゃねえかなと思うじゃん。これいいとこ届かないでくださいよ。これなんとね、そう、3個入ってて399円。ほぼ400円だね。ね、ということは、なんとこれ、ご飯は別だけどね、そう、牛丼、例えばすき家とか行ってもね、牛丼頼むと400円ぐらいするじゃん、どこの牛丼屋も。その1個分の値段で3個も食えちゃうんだぜー。というわけでね、早速これ作ってみたいと思います。でもそのままじゃ食えないんで、ちゃんと調理方法、電子レンジ、500ワットのね、電子レンジでね、1分40秒チンするとできるということでね、こいつチンします。チンする前に開けますね、手で。はい、本当に3個入ってんのかな、ちょっと心配だな。わあ、すげえ、見て、ほら、1個、2個、すげえ、3個入ってる。ほら、やったぜー。というわけでね、そう、こいつをね、電子レンジでじゃあね、チンしましょう。それじゃあね、こいつ、そう、この牛丼の上に乗せる肉の部分をね、ちょっと冷てえな、めっちゃ。こいつをね、1分40秒、もう500ワットで1分40秒って書いてあるんで、その通り、もうその通りにやります、もう。ね、もう、この書いてある通りにやりますよ。じゃあね、こいつは500ワットなんで、1分40秒ぐらい。だいたいこれぐらいじゃないですかね、ほら。ほら。というわけで、早速、早く牛丼できねえかな、楽しみだぜ。早くできねえかな。もう待ちきれねえ。早くできねえかなって。もうあとちょっとだけだ。いい匂い。牛丼のいい匂いがしてきた。もう我慢できねえ。ありがとう。そう。これね、熱いからね、ちょっとそーっと端の方を持ってね、皆さん、やけどしないように取り出してください。というわけで、はい、できました。なんかこう、いい具合の液体、そう、タレとかもあるしね。じゃあ、こいつをね、ほかほかご飯にかけて食ってみまーす。はい、ではこれチンしたね、この牛丼の上のやつをね、このほかほかご飯にね、早速かけてみましょう。あー、ちょっとなんか漏れてる、やばい。じゃあこのね、切り口っていうところをね、こう手でちぎります。そして乗せますよ。うわ、きたー、きたー。よーし、じゃあこれはもういらないから、ぽーい、早速。じゃあ、おー、見て、ほら、もうあれですよ、こう、ほら、なんだ、これすき家の牛丼そのものだよね。じゃあ早速ね、こいつをね、美味しくいただいちゃいましょう。まあ美味しいと思うよ。で、俺の勘だとこれは美味しいと思う、牛丼だからね。じゃあいただきまーす。取れないな。よし、あー、ちょっと取りづれえな。よいしょ。じゃあいただきます。うまい。やっぱね、これそう、すき家の味だよ。つゆだけでうまい。ああ。これはいいや。というわけでね、牛丼ね、家でも食いたくなったらね、こいつ、すき家の牛丼っていうの、3個入ってるやつ買えばね、もう3個食えるから、買うといいと思うよ。というわけで、俺はあとはこいつ牛丼ね、こんないっぱいあるから一人で食うんでね、この動画はこれくらいにしたいと思います。ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう。じゃあ、それでは、牛丼、ドーン、イエーイ。